さっき子守唄が聞こえたわよね。癒されるわ。シドも好きでしょ、あの歌。小さい時私が歌ってあげたもんね。ペットを飼いたいなと一瞬思ったけどやめたわ。だって私がペットの世話に手を取られたら、あんたの世話は誰がするの？でしょ？健康な体づくりにはいい睡眠が必要なんですって。はあ、毎日快眠したいな。お姉ちゃん、シドにマッサージしてもらうとよく眠れそうだな。昔は向こう見ずでちょっと盲信気味だったのは認める。シドが危害を加えられそうになるとついね。でも変わらなきゃならないわね。